暗いところから絞り込む当然、一方で絞った町は減少すべき。結果この国は 6.4 人に1人が貧困層となってしまった。これを作ったのも政治、それを変えられるのも政治。あなたがいなきゃ変えられません。あなたの力をお借りしたい。まずはみんなで声を上げていこう。30年の経済危機、そこにコロナで物価高、まずはみんなの足元、経済を立て直そう。声を上げてくれますか。消費税まりし、税廃止、消費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 税廃止、インボイス廃止、インボイス廃止、インボイスやめろ、インボイスやめろ、消費税やめろ、消費税やめろ、岸田もやめろ、岸田もやめろ、ポットとやめろ、ポットとやめろ、皆さん頑張りましょう。諦めずに、最後まで諦めずに頑張りましょう。ありがとう。令和新選組主催、増税ダメ絶対でも終着地がここになります。ご通行の方もいらっしゃいますので、道の方をお気にしていただければ幸いです。一般の通行をされる方がいらっしゃいます。道を上げていただければ幸いです。国民の6割が求めている消費税の減税に国は全く反応しない。それどころか時間がかかると言って、1年はさすがにかかると言って、聞く耳を持たない。でもそれが嘘だということが分かりました。イギリスでは7日で減税、マレーシアでは16日間で減税、ドイツでは28日間で減税。短い期間の間にさっさと減税してるんです。理由は簡単、国民の命を守るため。でもこの国ではそんなことはしようとしない。この国に生きる人々の命を守らないのであるならば、倒すしかないんですね。倒しましょう、みんなで。どうですか。この国のオーナーはあなた、この国のオーナーのあなたの顔、あなたの目から見て、その雇われる店長がちゃんと仕事しないのであるならば、変えるしかないんですね。みんなで力を合わせてひっくり返していきましょう。まずは減税、そして社会保険料の減免、そして悪い物価高が収まるまでの季節ごとの給付金、求めていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。